はい、プレイボールどうも野球人です。巨人シューメーカーここのがヤクルト戦で1軍初登板、2軍出たから見るいい点悪い点はということでございまして、巨人の新外国人選手マットシューメーカーですね、2軍戦で登板しておりました。調整がね順調に来ているという動画もお伝えしてきたんですが、いよいよですね9日のヤクルト戦で1軍初登板をするということが判明いたしました。今回はですね2軍戦3登板ありますので、どういうデータがね今のところ出ているかというところも含めて、ご紹介していきたいと思います。まずは記事からチェックしていきましょう。はい、巨人シューメーカーが9日に1軍デビュー。巨人の新外国人マットシューメーカー投手が9日のヤクルト戦で来日初登板することが内定した。開幕から土曜日のカードで2戦登板した山崎伊織が登板間隔を空けるため3日に試合登録を抹消となっており、原監督は土曜日シューメーカーが掘るんじゃないかな、予定通りに行ったらねと助っ人1が回る予定を示唆。シューメーカーは3月6日に来日し10日にチームに合流。2軍戦でも3月27日の DeNA 戦、2日のヤクルト戦で共に6回失点と好投を続けるなど状態が上がってきている。助っ人1が好調のチームにさらなる追い風を吹かせるということでございまして、2軍調整していたシューメーカー選手、まあ、首脳陣もね、いけると、いうゴーサインを出して、1軍デビューということになっております。以前のですね、動画でだいたい10日あたりですね、その前後に1軍デビューあるんじゃないかということをね、お話ししましたが、まあ、おおむねその通りとなったかなっていうふうには思います。では、このマットシューメーカー選手ですね、どういう選手かというところ、改めて MLB 試合の成績、と見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。マット・シューメーカー背番号99番、出身地はアメリカ、1986年9月27日生まれ、35歳、188cm、102kg、ポジションピッチャーで右投げ右打ち、後期年俸約1億5000万円、昨年は約2億2000万円、平均球速約147キロ、球種スライダー、カーブ、スプリット、ツーシームですね。2013年に MLB デビューし、翌年の14年には先発ローテに定着、16勝を挙げ最高勝率を獲得いたしました。その後も数年にかけて安定した活躍を残しますが、度重なる大怪我に泣かされる選手でもあった。昨シーズンはですねツインズと、200万ドルの契約を結ぶも8月に退団、ジャイアンツとマイナー契約、トリプル A で悪くない投球を見せましたが MLB に昇格することなく11月にフリーエージェント、今年2月15日に巨人と契約合意し、3月6日に来日となりました。はい、MLB の通算は128試合で46勝41敗、662.2 イニング、防御率 4.24、奪三振率 7.88、与四球率 2.36 ということで、非常に MLB の実績のある先発ピッチャーですね。はい、で昨シーズンの MLB 成績は16試合で3勝8敗、60.1 イニング、防御率 8.06、奪三振率 5.97、与四球率 4.03 という成績です。はい、でトリプル A ではですね13試合で5勝3敗、70.1 イニング、防御率 3.97、奪三振率 9.09、与四球率 2.18 ということで、指標はね非常に優秀な選手かなというふうに思います。はい、でそんなシューメーカーなんですけれども、まあ、来日してからですね2軍で、調整3度ね登板いたしました。はい、どのくらいですね、成績残しているのか、2軍戦の成績もチェックしていきましょう。はい、では2軍戦のですね、成績データ見ていきましょう。まあ、3度登板いたしました。まずは3月20日が初登板、2軍ですね、対ヤクルト戦 4.0 イニング、58球、被安打3、奪三振1、フォアボール1、ゼキ点2というピッチングでございました。初回にですね4点取られたんですが、エラーも絡んでいたためゼキ点は2ということになっております。はい、で3月27日ですね、2軍戦対 DeNA 戦、6.0 イニング、81球、被安打3、奪三振4、フォアボール3つ、ゼキ点1というピッチングでございました。でこの時ね初勝利をマーク。で4月の2日ですね、2軍の対ヤクルト戦、6.0 イニング、96球、被安打6、奪三振3、フォアボール3つ、ゼキ点1というピッチング、負け投手にはなってしまったんですが、中5日かなで投げまして、球数もね一番多く100近く放ったということです。2回連続6回1失点というところで、まあしっかりとねここはクリアしてきたのかなっていうふうには思いますが、はい、で2022年2軍成績チェックしていくと、3試合で1勝1敗 16.0 イニング、防御率 2.25、 ウィップ 1.19、奪三振率 4.50、 与四球率 3.94 という成績でございました。はい、
見る限りですね、やはり防御率は悪くないですね。しっかりと2点台前半という成績出しています。ただ奪三振率がちょっと低くですね、予視球率も抜群にいいとは今のところ言えないかなっていうふうに思います。ただ投球見てる感じね、そこまで多くフォアボールを出す感じでもなかったのかなっていうふうには思いますので、ここはですね、1軍でどうなるかというところなんですが、でこれを踏まえた上でですね、良かったところ悪かったところのデータっていうのをもうちょっと詳しく挙げていきましょう。はい、でいいポイントですね、3つあります。まず1つ目は非常にゴロが多いということですね。 GBFB ですね、これが 1.56 という指標があります。これはですね、非常にゴロが打たせるのが得意な選手ということですね。1.56 というね数字が出ておりますので、東京ドームに非常にマッチして、巨人の守備陣にもね助けられる可能性っていうのが高いのかなと。で2つ目は少ない球数で試合を作るということですね。1イニングあたりだいたい 14.5 球で済んでいるということで、100球と考えてもですね、6回7回ぐらいはいける可能性っていうのが高いのかなっていうふうには思いました。で3つ目ですね、スライダーとフォークが非常にいいよということで、指標で見てもですね、スライダーとフォークっていうのは非常に切れてまして、これでですね、打者を打ち取ることが可能となっております。はい、一方ですね、不安なポイントもありまして、まず一つ目、平均球速。MLB の平均球速が147キロですね、昨シーズンだったのが、現在2軍戦では141キロしか出ておりません。日本の2軍はね、いろいろスピード感の関係とかもあって、結構遅くは出るんですけど、それでも2、3キロ、2キロぐらいかなっていうふうには思います。そう考えてもですね、やはりまだまだ球速っていうのは出ていないなというのが、データからも見て取れます。そのためですね、ストレートの指標っていうのはよくありません。変化球はいいんですけど、ストレートが比較的打たれているかなというふうに思いますし、このストレートの球速が出ていないことで奪三振率の低下ですよね。なかなか三振が取れないことにもつながってきているのかなっていうふうには思いますので、いかにですね、一軍ではここの球速っていうところが、いい状態でね、迎え入れるかっていう勝負になるのかなっていうふうには感じました。はい、とにもかくにもですね、9日、土曜日ヤクルト戦ということで、一軍デビュー決まっております。どういうピッチングしてくれるかというところ、不安点もね、ややありますが、いいピッチング期待したいなというふうに思います。はい、では今日は以上で、最後ネットの反応見て終わりましょう。ではネットの反応見ていきましょう。シューメーカーは強力ヤクルト打線相手に何とか試合を作ってくれるだけの投球ができればと思う。6回に失点なら上々かなということですね。そうですね、シューメーカーに関してはね、こう0点でピシャッとね、抑える選手かというとそうではなくて、ある程度点は取られるんですけど、ゴロで、打ち取って試合を作っていく選手かなっていうふうに思います。なので6回、できれば7回あたりを 2,3 点ぐらいね抑える投球っていうのを続けてくれればなというところかなというふうに思いますので、そういう意味ではですね、やはり初登板でも、そこはクリアしてほしいところかなというふうには思いますので、しっかりとですね、少ない球数でゴロを打たして、取ってほしいですね。はい、でこちら見ていきましょう。シューメーカー来たら落ちるのはビエイラかなということですね。そうですね、シューメーカー選手が上がるとなればですね、外国人枠がおのずと、6人になってしまうので、誰か1人落とさないといけないということになります。そうなるとですね、やはり、ビエイラにはなってくるのかな。あとはウォーカーとかも候補どうなるかっていうところなんですが、ピッチャーが上がるので多分ビエイラかなっていうふうに思うんですけど、満足の、いったですね、投球っていうのはできておりませんので、なので、ここを入れ替えてシューメーカーが、投げてと。で、またアンドリース上げるときはどうなるのかなっていうふうに思うんですが、これもシューメーカーの出来次第かなっていうふうには思いますので、今後もですね、外国人枠っていうところは相当考えて回していかないと、ダメなのかなっていうふうには思います。どのね、外国人選手も、状態がいい悪いっていうのはね、1年間通してあるかなっていうふうに思いますので、そこをね、しっかり見極めていただきたいなっていうふうには感じました。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。